ます。それでは今日も一日スタート試してみましょう。なんか混ぜやすい、すごい混ぜやすいよ。味変わったのかな、見た目そんな変わってないの。チョピーが欲しいのでました。マヤさん、うちするのに時間かかるでしょ。そういう時の助けになるかと思う。昔買ってました。これちょっとね、試してみましょう、うん、ね、そしたら朝がすんなり出るかもしれないね、うん、大事ですからね、朝出すこと、うん、ご飯を食べながら試してみましょう。今夜の香りスプレー、今日パパはスパイシービーフカレーカルディさんのやつ。牛乳、うん、牛乳を少し入れて、うん、これぐらいかな。おりゃー、なんか混ぜやすい、すごい混ぜやすいよ。はい、わさあ今日は牛乳をたっぷり入れてます。じわ、どういう感じになるでしょうか。味が楽しみなのだ。なんかね、うん、いつもよりもクランブルエッグがなんかふわってした感じになった。重い感じ、見た感じ高さが出たよね、もっこりするっていうか、うん、ね、あのコメントで教えてもらってたの。コメントで教えてくれた方ありがとうございますねえ、すごい、いいじゃんいいじゃん。かけてみましょう。お、朝からカレーもいいよね。はい、あーうまそう、朝カレーいいっすね。いただきます。今日のスクランブルエッグは牛乳が入っております。はい、味変わったのかな、見た目そんな変わってないよ。ふっくらなってたよ。そう、うん、それではいただきます。いただきます。ちょっとまろやかになったのかな。そんな大きく変わりはない、うん、なんかいつもより硬くない気がする、うんうん、混ぜる時が、うん、牛乳入れた時全然違った。入れた方がいいね、今度から。うん、スクランブルエッグは最高だ。これくらいの柔らかさの方が好きかもしれないかも、うん、硬すぎじゃないからいい、ね、硬いのはちょっとね、これぐらいがいい。美味しい、これはいいぞ。ありがとう、アキト。今度からこれを作る。それでは皆さん、今日も一日元気に楽しんでいきましょう。野菜生活で乾杯。スパイシービーフカレーは辛いとかじゃなくて本当にスパイスの香り、んー、香辛料、香りが、いろんな香りが美味しいかもこれ、うんうん、なんか本格カレーみたいな感じ。全然辛くはない。美味しいよこれ。ちょ、もう本当。でもなんかあれ、レトルト感は半端ないね。レトルトの味はする。しょうがないね、レトルトカレーだから。お肉はどうですか。はい、あやっぽ、お肉、あこれ人参じゃない。え、あ、本当だ。あ、でもお肉も大きめのレトルトのお肉って感じがします。美味しい美味しい。さっきも話してたんだけど、本屋さんとか図書館に行ったりとかした時に便意を感じることってある？あんまりない。あ、あるあるある。図書館ではないけど、うん、なんかね、宿題しようと思ったらゾーってなって、これうっちたいっていうかなと思ってトイレ行ってビビビンってさ。それ普通の便意だよね。でもゾワゾワする。そのゾワゾワするのが、うん、ある一定の場所に行くとその便意が出てくるの。うわー、あれやべ、うっちゃくなってきたそれが結構多いのが本屋さん。あとコンビニも聞いたことあるな。コンビニに入ったらうっちしたくなるとか。アチャピは絶対そうだよ。お店に入ったらおしっこがしたくなる、あの雰囲気とかコンビニの匂いとかで反応しちゃうんだと思う。図書館とトイレはダメだね。図書館とあの本屋さんはやっぱしちゃうね。嫌な匂いじゃないと、すごい好きな匂いな。インクの匂いっていうかな、なんて言えばいいのかな。匂いってほら思い出 も引っ張ってくる。それと同じで懐かしい匂いだなみたいな。そうそうそう、それが商品化されたのがこれね。アロマの一種なんだって。スムーチできるじゃん。そう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 、これに嗅げばもういつでもどこでもうんちができる。ちょっと厄介じゃないのそれは。使い方を間違えればね、本当に反応しちゃうならやばいよね。ここにも書いてあります。本屋さんに行くと急にトイレに行きたくなったことはありませんか。本屋さんの香りをイメージさせスプレーを一吹きしてすっきりリフレッシュだそうです。ビレッジヴァンガードでだいぶ前に買いました。なんでこんな高いんだろうと思ったら、アロマだから高い。なるほど。1500円もします。 Google 先生の謎などがネタがつきましたね。うーん、謎々コーナーを終了しましょうか。
あー、悲しい。悲しいね。程よく時間が決まっててよかったんだけどな。ぐるぐる先生、トリビアコーナー、イエーイ。トリビアを言って。こちらはどうでしょう。グレープフルーツの名前の由来はグレープのように木に実るからだそうですよ。え、なんか適当な名前つけたね。なんかブドウみたいに密集してなるね、これ。あ、そうかもしれないね。なるほど。違うでしょ。あ、そうだ、ほら。ブドウみたいに密集して、ブドウと見間違えちゃうね、それ。なんかブドウみたいに集まってるみたいな感じになってるからグレープフルーツになったんだ。うわ、すごいね、そんなまとまるんだね。初めて知った。ほらすげえ、そんなでかい。でかい。これはグレープじゃないよね、もうすでに。トリビアコーナー面白いね。トリビアは長続きしてほしいですね。ルームスプレー、壁や床、家具から離れたところ、空間に数回スプレーしてください。やめてー。え、それ、アキちゃんに着いたらさ、アキちゃんの近くに寄った人、みんなトイレ行ったから。なんかハンドクリームの匂いするね。したい時ってほら、おならがブーブー出るじゃん。うんうんうん、その匂い嗅いだらもう余計したくなる。余計したくなって、またおならが出て、それによってっていう、その繰り返しでどんどん便意が大きくなる。それでは皆さん、今日も一日元気に楽しんでいきましょう。行ってきまーす。はい、皆さんもう気をつけていってらっしゃいまし。急げ、時間は、行くぞー。オッケー、グーグル。今日の天気は行ってきます。行ってきます。なんか雨の日って言えるっすよね。長靴で行こうかな。ロングシューズ、 What are shoes? 水も What are shoes? Rain shoes? あ、それはあるかも。レインコートとかあるから。そうだね。なんて言うの英語では。ロングショーズ、ロングシューズ。行ってきます。はい、行ってきてらっしゃい。はい、生まれました。アチャピ、もう一回見せてください。パパがね、録画ボタン押してなかったの、ごめんね。アチャピが欲しいの出ました。あ、これアチャピが欲しいのだと、ふやけてないんだよね。ふやけたらもうちょっと大きくなる。じゃあ入れます。まだ子供ペンギン、もうちょっと大きくなる。どんだけ大きくなるの。コップから出るのかな。出るぐらい大きくなるの。これ前やったシリーズは、もうそのコップからはみ出るぐらい。そんな大きくなるの。すっごいでっこいで。ね、ペンギンさん大きくなるといいね、アチャピ。はい、どれだけ大きくなるでしょうか。楽しみです。本当気持ち悪くて捨てたもんね。大きすぎてね。そう、なんでこんぐらいになったの。一体。